宇宙来たー。平成ライダー VS 昭和ライダー、仮面ライダー生誕40周年を記念して世代を超えた夢のバトルが実現。仮面ライダークライマックスヒーローズフォーゼ。どうだ、ライダードリルキック初登場、フォーゼきた。これがアストロスイッチの力だ。最強の仮面ライダーを目指しスイッチオン。最新の仮面ライダーから最強フォームまで、究極のライダーバトルが幕を開ける。仮面ライダーオーズのコンボチェンジがさらに進化。なんと127種類のフォームへ変身が可能に。世代を超えたライダーバトル、ついに待望の昭和ライダーが登場。昭和ならではの演出で熱くなれ。大切断とは、鋭い腕のカッターで相手を切り裂く。あんたともダチになるからな。俺たちの力見せてやろうよ。シリーズ初タッグバトルが開幕。2対2の乱戦バトルに勝ち残れるのはどのタッグだ。バーツは伊達後藤の選択が可能。ダブルブレストキャノンを決めろ。さらにオリジナルのミッションを遂行するヒーローズモードも搭載し、この進化究極系、時代を超えて仮面ライダーついに集結。クリはプレイだ、いつも熱くなれる。敵は逃走作中、退屈系な君の目を覚ます。バトルフィールド宇宙まで、ルール一つだけ、本気ぶつけ合って、ガリスタートヘッド。止められないコスミックなし、Wiiでしか味わえない魅力。簡単モードに Wii リモコンのサウンド演出が楽しめる。ついに始まる究極のライダーバトル。最強の仮面ライダーは誰だ。仮面ライダークライマックスヒーローズフォーゼ、12月1日青春スイッチオン。ダブル初回封入特典、ガンバライドで遊べる仮面ライダーフォーゼと仮面ライダー1号のダブルライダーキックカード。グリーで配信中の仮面ライダーウォーズで使用可能。オリジナルアイテムが手に入るシリアルナンバーを封入。